はい、ここから2箱目ベスト。でねん、海馬社長、海馬社長がタクッションです。すげえ海馬社長、甘いぞ遊戯、俺のターン、ドロー、海馬社長クッションや。すげえ、ありがとうございます。海馬社長クッションと、これまた袋がでかい。そして、すごい、これイラスト愛の戦士くんとキティカスといっぱい、トマコちゃん、トマコちゃん、リカリカリカ、ワタルさん、ワタルさん、シルバニア、メセンシちゃんと、あのお野菜お野菜ハッピーバースデーケーキですね。愛の戦士くんが動画で作っていた。すごい、トマコちゃん裸やないかい、エッチやな君は。すごい、こんなにいっぱい、オープン、すごい、中からまたスーパーな袋が出てきました。すげえやすげえや、こんなに手間をかけていただいてありがとうございます。赤ちゃん破りでね、自分失礼します。うわ、これはやばそうこれはやばそうなジャケットや。俺はメロスには服の価値がわからぬ、だが肌触りでわかる。これは相当にいいジャケットだと。やばいぞこれ、やばいぞ、これは絶対いいやつでしょ。もう肌触りがね、俺が普段買うようなね、クソ安いジャケットじゃないもんこれ。すごいコートですね、いただきました。ありがとうございます。これね、すごいっすよ。やべえ、これに関してやべえ。え、もう一枚あるんですけど。え、やだ奥さん。奥さんたらまた、もうこんなおしゃれなワイシャツ、おしゃれシャツ、ありがとうございます。すごいわ、ありがとう。な、いいや、もう肌触りでわかる。メロスには服の価値がわからぬ、だが肌触りでわかる。これは相当なジャケットと相当なシャツであると。ありがとうございます。はい、どんどん行くぜ、ドロー。うわ、すごい、何この四角具合。そう、ラッピングも綺麗にしていただいて、使えば使うほどふわふわになる魔法のアイテムです。オナホかな。使えば使うほどふわふわになる、これなんだ。正解はオナホでした。中にお手紙入ってそうなんでね、後で読ませていただきます。オープン、なんだこれ、何、なんだろう、わかんないわかんない、まだわかんないぞ、まだなおわからぬ、この愛の戦士、まだなおわからぬ、なんだろう、なんかの布、開けてみましょう。なんだろうこれ、すごすご、あ、タオルちゃんじゃないの、絶対すごいタオル、これ何これ、すごっ、すごっ、すげえ。こっちはじゃあ、こっちハンドタオル、フェイスタオル、こっちなんかバスタオル系の何かかな。使えば使うほどふわふわになる。わ、これ、こっちバスタオルですね。すげえわ、肌触り最高。ありがとうございます。見てこのなんかすごそうなやつ。やば。バスタオルですね。ありがとうございます。てかもう十分ふわふわなんだけど。俺ね、人生史上こんないいタオル使ったことないよ。もう。この肌触り。すげえ水吸いそう。ありがとうございます。めっちゃいいものしかもらわない男になってしまった。じゃあお次ですね。ちょっと紙袋よれてしまって申し訳ないんですけど。で。でやつー。でやつー、ポップコーン。でやつー、わたるさん、わたるさん、パックンチョ、わたるさん、わたるさん、これさ、あれなんですよね、本当にトイストーリーの柄しか入ってないんですよこれ。あの前もらったやつ食べたんですけど、本当にトイストーリーの柄なの。これはリカー、リカちゃんポーチみたいな、リカちゃん小物入りですね。リカ、お前なんて形のマイク持ってんだ、リカ、リカ、リカちゃんクリアポーチ、リカちゃんクリアポーチ、ありがとうございます。オープンと、おっと、袋の中からまた袋が出てくる。マトリョーシカ戦法でございます。なかなか見せてくれない。なかなか見せてくれない。エロさがそそり立ちます。見えそうで見れないは正義。見えそうで見えないは正義。だが見せてもらうぞ。最終的には見せてほしいのが男なのであります。こちらは何でしょうか？あ、中にまだなんか入って、お、ハーゲンダッツ、ハーゲンダッツの、ハーゲンダッツの、ハーゲンダッツ。それとバースデー P カードですね。ハッピーバースデー。P、ハッピー E。ハッピー Y になってる。ハッピー Y。P、すごいわ。すげえ。あと、なんか、一個ずつ全部が、ネタが盛り込まれてるわ。よく見たら。すご。全部が全部、動画のネタになっておりますと。素晴らしいですね。はい。皆さんはわかりますか？この、盛り込まれたネタたちが。はい。全部が全部ネタになってますね。ありがとうございます。安全士チャンネルに登録して、肩こり頭痛が緩和して、血行が良くなりました。
お、そういうことやぞ、みんな。ご飯も毎日美味しいし、毎日が楽しいです。あと巨乳 JK にもなりました。これからも警報高くいてください。というわけで皆さんも愛の戦士チャンネルに、登録しましょう。こちらお手紙かな、後で読ませていただきます。ありがとうございます。これ何、ハーゲンダッツの剣じゃないのこれ。絶対ハーゲンダッツの剣。すげえ、ハーゲンダッツギフト剣や。ハーゲンダッツ冬食うとうまいからな。ありがとうございます。これリッチに過ごすわ。俺ね、これ正月に食うわ。あ、クリスマスに食いてえな、一人で。一人で。一人でリッチに食いてえな。二人で食いたい。お次は、こちらは、読み方がわからない、読み方がわからない鍋。読み方がわからない鍋の出汁のつゆ。ありがとう。袋がすごい。袋がね、和紙みたいになっててすごいです。はい、これは、塩パイタンかな。塩パイタンは読める。さっきのはなぜか読めない。寒いからね、鍋とかね、みんなくれるのありがたいですね。はい、こちらは、異常に四角いですね。異常に四角い、硬い四角い箱の。何が、何これ、これに関しては何、何ですかこれは。スピードガン。あ、音楽聴けるやつだ、多分。スピードガンではないでしょ。スピードガン何に使うんだよ、楽しいだろ。300キロ。いや違う、これミュージックプレイヤーじゃない、アイマッサージャーって書いてある。アイマッサージャーって何、目をグシュクってやるの。目をグシュクってやるってことだよね。それは知らんけど。あ、すごー。え、どういうこと、え、どういうことなん、目つぶし器じゃん。目をマッサージしてくれるんだ。わ、すげー。あんま触るとバイキンついちゃう。これで、メーンとこうやってくれるんだ。すごいでしょ、これは。え、すごすぎない？ちょっとみんな大丈夫か？お前ら破産しないか？本当にいいのか？俺のためにこんなに。こんな高価な、ちょっと、ハードルを上げすぎじゃない？大丈夫？これ、こんないただいてしまって。ありがとうございます。アイマッサージャーなんてあるんですね。すげえわ。でもね、まあ、実際ね、普段ずっとパソコン使ってるのでね、目の疲れとかはあるので、助かるわ、ありがとう。これで解消とかするんかね。すごいわ、アイマッサージャーですって、奥さん。どんどん開封していきます。可愛い袋がね、こんにちはしてますね。キキララとかが映ったサンリオの、袋ちゃんで、ございます。と、開け方よ。うん、開け方よ。おっと、中から出てきたのは、またサンリオの袋。あ、これサンリオとかで買い物するとこれなんかついてくるよね、シールみたいの。じゃあいきます。せーの。何これ重い重い重い。これに関してはめちゃくちゃ重い。サンリオの塩？見てこれ、サンリオの塩！すごー！サンリオの食卓園だ！すげえ、これ。すげえ、キティさんになってる。ハローキティ食卓園。すごー。すごー。こんな可愛いのあるんだ。すげえ、サンリオすげえ。何言ってんだよ、サンリオ。ポチャコパイセン！ポチャコパイセン前髪クリップ。ポチャコ可愛いんだよな。ポチャコね、マジ好きなんですよ。ポチャコサンリオのキャラでトップ3に入るぐらい好き。もう最高、この犬。この犬のワンスポ。あともう一個入ってるわ。これは、あ、ポチャコ先輩の髪縛るやつじゃない。これ髪縛るやつや。ポチャコ先輩のヘアゴムかな。頭にこれつけて、愛の戦士くんがとても可愛いことになる。やったぜ。あとは、お手紙入ってますね。ありがとうございます。おい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 、ドキンちゃんペロペロできるじゃないか。赤ちゃんプレイできるじゃん。赤ちゃんプレイもできるじゃん。しかもね、これね、あれなんですよ。俺ね、差し入れでもらってね、久しぶりに食ったけどね。これ、ね、なかなかうまいですよ、このチョコ。やっぱね、子供が食べるお菓子ってね、美味しいんですよ。俺が赤ちゃんだからかもしんね。何これ、これに関しては何、レンジで蒸しパン。9ヶ月頃から。やかましいわ、赤ちゃんだけど。2食も入ってるやないか。ありがとう。でもね、結構ね、蒸しパンはうまいから。ふんわりこう。あ、これアンパンマンやな。赤ちゃんマンがいる。で、これであれだ、野菜バランスとかが、栄養バランスとかがすごい優れてるやつなんだ、これ。これ何、おやつソーセージはね、なんなら普通にうまいから困る。幼児用ビスケットとか、幼児用、これ何歳から、これ何歳から食えるやつ、俺食っていいやつが、7ヶ月頃じゃん。全然食っていいわ、俺は。わ、すげえ、アンパンマンカレーや。アンパンマンカレー。アンパンマンシール入ってんだよな、これ。アンパンマンカレー。前もさ、あ、出た出た、これ、これ。これさ、なんだっけ、これさ、アンパンマンよりもね、バイキンマンのクオリティが高いんですよ。ドキンちゃんとか入ってるでしょ、これ。バイキンマンのね、かまぼこのクオリティがめちゃくちゃ高いんですよ、これ。前も差し入れされてね、食ったけど。あ、出たー、アンパン番組ー。アイの戦士くんが一番伸びてるコンテンツ。アイの戦士くんが YouTube で一番伸びてるコンテンツ。アンパン番組リカー、リカー顔認識してる、めっちゃリカー、
リカとリカとお友達たち、塗り絵、折り絵、香山塗り絵さん、香山塗り絵さんですね。リカちゃん塗り絵、ありがとう。ハルトいるな。香山塗り絵さんでございます。はい、まだありますね。お菓子がいっぱいありますね。アンパンマンラムネと赤ちゃんプレート、ドギンちゃんもしゃぶれる。ドギンちゃん俺一番好きなんですよ、アンパンマンの中で。あ、メロンパンダちゃんね、声が好き。声優さんが好きなのかな。まあそうなるよね。声がね、メロンパンダちゃん一番エッチ。サトコボイスはね、エッチだから。あ、出た。マルコポーロ、卵ボーロ。卵ボーロ、卵ボーロもね、うまいんすよ。あとは、あ、出た。乳首組。アンパンマン乳首組であります。ありがとうございます。さて、お次はこちらです。安心様よ。M 様より。え、袋シャネルだけど。やば、ミート隊長。ミート隊長、紙袋がゴージャスすぎますよ、ミート隊長。M 様より。面白すぎるでしょ、これ。アイルセンス、M 様より。面白すぎるでしょ、隊長。シャネルの、シャネルの超高級袋から、普通のスクローで出てくるのやめてくれよな。さて、いつものお手紙です。M がでかすぎる。アイロン選手くん、先日体調崩したそうだな。海外の肉帝国からフォアグラを仕入れた。マジっすか。これを食べて元気になってくれ。この間南の方に行ってきたから、その時のお土産を入れておいたよ。本日も素晴らしいイベントをどうもありがとう。いや、こちらこそありがとうございます。ところで、過去ここから編集でルードウィークの BGM をお願いできるだろうか。わかりました。ソウルシリーズツアーで私が醜い獣になっていたじゃないか。あれには私もびっくりしたよ。まあ君のことだから伏線はうまく回収してくれると信じているよ。エルデンリングまでにツアーが終わるよう頑張ってくれ。それでは良いお年を。ありがとう、ビッグ M。 ビッグ M、 ミート隊長ありがとうございます。ミート隊長、この後ね、この後の展開がね、ちゃんとあるんで。ありがとうございます。ミート隊長を犠牲にすることに形になって、すげえ、もはや読めない、もはや読めないぜ、これ。これがフォアグラちゃんですか。二巻も。すげえ。これがフォアグラちゃんですか。すごいね。すごいね、これね。はい。海外の缶詰。素晴らしいですね、ミート隊長。お肉のことなら何でもお任せあり。チンコ？チンコじゃん。でも、ヒワじゃない。チンコですから。チンコですからね。チンコ団子ですからね。チンコマンコ？ヒワじゃない。だって書いてある通りのことを俺言ってるだけ。こう商品化されてる。何もね。薩摩仙台、名物、チンコ団子、焦がし醤油。おばあちゃんが作ってくれた昔懐かし熱々お団子。チンコじゃん。チンコだよね。どう見ても。何度読んでもチンコだよね。おばあちゃんが作ってくれた、おばあちゃんがしこってくれた。チンコですよね。まあ、チンコですよね。玉を刺してるね。玉なし法一。玉なし法一の玉玉はここに来ていたと。すごい。屋久杉チョコレート。鹿児島行ったんですね。素晴らしいですね。ここに飛行機のマークも書いてある。ああ、木みたいになってんだ、屋久杉。樹齢千年を超える、杉だけに呼ぶことが許される、鹿児島県の誇り、屋久杉。すごい。それをチョコレートに。チョコレートその形で作ったんだよね。素晴らしいですね。ありがとうございます、ミート隊長。お次はこちらは何でしょうかと。あ、なんかもうすでにチラチラパッケージは見てますね。なんかお菓子かな？何でしょうこれは。何これは？もこもこ、あ、これなんか前ももらったな。トイレのお菓子みたいでしょこれ。トイレのねるねるねるねみたいでしょこれ。すごい。便座が稼働する。便座が稼働する。モコモコモコレット。はい。後ろにメッセージ書いてありますね。愛の選手君へ振り仮名振ってくれてる。優しい。一人でできるかな。28歳のお誕生日おめでとう。PS 作り方をきちんと読むんだよ。ということで、振り仮名をね、ちゃんと振ってくださってますね。あ、すごい。プラモでトイレを作って、その後に、トイレでお菓子を、あ、ここに入れてね、作るんですね。はい。モコモコモコレット8ですね。はい、いただきましたと。まだまだ入ってますね。どんどん見ていきましょう。これなんだこれ。お、これサンリオじゃん。サンリオのなんか小物みたいの、サンリオで買い物するとついてくるやつがついてますね。シールかな。はい、これもちょっと取っておいて、こちらはなんだ、すごい肌触りがふわふわしているが、お、一体クロミちゃんがすごいきつくなってる。メガネしとるやんけ。応援してるよ。すごい、お肉、お肉落ちみたいになってる。すごい、クロミさん、
。でもセーラー服着てる。すごー、クロミちゃん。クロミちゃんやんけ。えろ。クロミちゃんもろくに見ずスカートをめくることしか考えてなかった。その学生服、じゃセーラー服ですね。セーラー服で鉛筆と、教科書持って、鉛筆とメガホン持ってガリ弁なんだ。ガリ弁クロミちゃんです。これに関しては何？愛する目、おすすめ、おぬぬめです。おすすめです。愛の戦士くんスルメ、愛するめ。スルメはね、絶対うまい。ありがとうございます。あとは、何これ？これ何？整理整頓、なんか学校で配られそうなやつじゃん。学校で配ってそうなやつじゃん。お道具箱ね。お道具袋か。お道具袋ですね。あとは、お手紙がね、入ってます。ありがとうございます。あとは、違う。これは、これだけ開けてみてって書いてありますね。これだけ開けてみてって書いてあるので、開けてみますと。なんだろう、これ。結構分厚いっすわ。はい。おー、すごっ！すごーポケモンのカードになってる。愛の選手くん、お誕生日おめでとう。メッセージちゃんかわいい。 P の絵も書いてある。すごー、バースデーカードだ。立体的。すげー、ハッピーバースデー。マジでありがとうございます。ありがとう。イラストうま。すごー、こりゃすごいわ。マジでありがとう。ありがとうございます。お次はこちらです。ドン。お、これなんだろう。黒い箱が入っている。読めないっすね。これなんだろう。おー、リボンがついてる。リボンちゃんでちわ？リボンちゃんでちわ？あ、こういう開き方すんの？そういう開き方をする。なんでこれ好きなところ100、これ何？これ何？これ何？何これ？あ、何？え、かわいい。かわいい。かわいいかよ。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。これ何？これね、すごい。もうみんなが100個書いてくれたの。俺の好きなとこすごいところみたいな。名前は出さないようにするけど、こうやってなんか100個マジで100個書いてある。こうやってなんか一人一人メッセージ書いてあるの。マジでこれやばいわ。これやばい。これに関してはやばい。100個ちゃんと書いてあるの。これすごいんだって。これに関してはやばいっす。好きなところ100、マジやばいっす。マジ100個書いてあるの。やばい。100枚にわたってすげえメッセージが書いてある。ありがとうございます。こんなに。これはね、もう大切にする。本当にね、俺ね、お手紙とかマジで嬉しくて、あのね、今までもらったお手紙もね、もちろん全部、あの、ずっと取っておいてあって、あの、めちゃくちゃでかいね、段ボール箱がね、あの、一箱もうお手紙だけで埋まって、今、二箱目にね、途中にしてるんでね、本当にメッセージはね、後で、ゆっくり読ませて、これもね、大切にしますわ。ありがとう。すげえわ。ありがとう。マジ感動ですね。感動。お、誕生日。いい誕生日だ。お次はこちらですね。アンパンマンが大好きな愛の選手、ベイビー。ヘイ、ベイビー。ベイビー愛の選手くんのために用意してくれた。アンパンマンが大好きな、ベイビーせんべい7ヶ月頃から食える。赤ちゃんマン率が高いんだよね。赤ちゃん系のお菓子って赤ちゃんマン率が高いんだよね。ありがとうございます。これは？これ何これ？うわ、なんかくっそ懐かしい。ガムのやつっしょ、これ。くっそ懐かしいんだけど、怖い話ガムみたいなやつ。駄菓子屋で売ってたな、昔。これは？あ、もうビスケット、ボーロ。イラストが書いてあるんだ。アンパンマンのイラスト系が書いてある系な、ビスケット系な。ま、え、卵ボールなのかな？ビスケットボールだから、卵ボールより触った感がちょっとでかいの。これのイラスト入りビスケットみたいな感じですね。アンパンマンが大好きなベイビー愛の選手くんのために買ってくれる。これはスティックキャンディー。これペロペロ、チパチパ、チパチパペロペロできるキャンディー。あ、ネルネルネルネだ。俺ね、未だにね、ネルネルネルネ楽しめる男だから。すごいね、ネルネルネルネって色変わって。結構楽しいですよね、これ。あとこれは？これは、アンパンマンキャラメルコーン。いろんな柄がある。ドキンちゃんもいる。バイキンマン、コキンちゃんもいると。はいはいはい。いや、めちゃくちゃあるわ。めちゃくちゃある。あ、お菓子結構ありますね。はい。ゴードンさんとトーマスさん。これもトーマスラムで、なんかバカにしてんのか、この顔。この顔バカにしてんのか。いちごキャラメルって何？すごい。栃木限定、いちごキャラメル、いただきました。これはアンパンマン組 RTA やね。RTA、今一番愛の選手伸びてると言われてるコンテンツ。ふんわりコーンもいただきました。これ何？金のうんこ。貯金箱、金運ね。金のうんちで金運ね。金のうんこ貯金箱。
あとアンパンマン組その2、その2とペロペロチョコもさ、味がいっぱいあるんだよね。これいちごチョコだ。あ、チョコ、チョコだわ。ペロペロチョコだ。キャンディーじゃない。これミルクチョコだわ。これはペロペロチョコでしょ？これもチョコ。すげえいっぱいお菓子くれるんだけど。あとは、トーマスのチューイングキャンディー。そしてプッチョにおまけがついてる。ハローキティ缶バッジ、キモキモすぎだろ、これに関しては。キモすぎる。栃木限定なんだ。栃木から来てくださったのかな。ありがとうございます。あと最後にオリパだおということでオリパが入ってますね。一体何なんだ。一体オリパとは、オリパ、オリパーチョだって。なんかさ、あれ、なんか今普通にトーマスのチューイングキャンディーのあれ出てきたと思うんだけど大丈夫かな、このオリパ。心配だな、このオリパ。ちょっと今までで一番不安に駆られてるんだけど。オリパだよ。よくできました、コナーくん。コナーじゃん。はい、これこすってさ、こうやってこう貼ってさ、剥がれなくなるんだよな、これな。懐かしいわ、これは。ミュウツー、おー、アオリちゃんとホタルちゃんや。うまうまうまホタカスとアオリちゃんやんけ。うますぎか。これは何だろう、お手紙かしらね。はい、オリパだよって、うわーおーわお、リンレン、リンレン、リンリンちゃん、レン、レンくんですね。リンちゃん、レンくん。オリパとは、オリパすぎるでしょ。オリパがオリパすぎるでしょ。オリパがあまりにもオリパすぎたでしょ。自由か。自由か。ありがとうございます。あと、グレイシアちゃんも入ってましたね。自由度が高すぎる、このオリパ。お次は、こちら。これなんだ、削らない角質ケア。かかとのやつか。かかとの角質ケアみたいの。足のパックみたいなやつかな。ありがとうございます。あとは、なんか小物が入ってますね。お、これ何これ。あ、あれじゃん。アメリカで人気のやつ。アメリカの人気の、アメリカの獣兄貴たちが大熱狂してる、ユニコーンのアニメじゃん。あれじゃん、あれ。すげえ。すげえ。おまけです。好きそうかなって。いや、結構好きです。アメリカ人兄貴の業が深い作品じゃん。すごい。ありがとうございます。あと、お手紙も後で読ませていただきます。ありがとうございます。お次はこちらですと。お、雑炊。昔ながらの雑炊。こちらも梅がゆ。こういうのね、めんどくさい時にね、非常に助かります。もうね、ご飯作る気になら、ビーフストロガノフ。出た。食べたことなかった、ビーフストロガノフって。名前だけかっこいいからよく言ってたけど。ビーフストロガノフってご飯と食べるの？ハヤシライスみたいなものの？すご、ビーフストロガノフって何？ちなみに。ちなみに何？なんか、すごそうなことしか知らない。強そう。ビーフカレーですね。でも、ビーフストロガノフ食べたことないから、マジ楽しみなんだけど。ありがとうございます。あと、お手紙も入ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。